ED71 の、台車 ED71 の運転台国鉄 ED70 系電気機関車とは、1957年に、登場した日本国有鉄道の交流用電気、機関車である。1957年10月1日に実施された、北陸本線田村鶴ヶ間の交流電化に合わせて、製造された、日本初の量産型交流用電気機関車である。 本形式の広報資料には、世界で初めての60サイクル交流電化の一文が添えられている。北陸本線田村鶴ヶ間の電化工事は、当初直流電化の予定であった。しかしそれまで沿山線で行われていた試験を受け、実用化という点も含めて、交流電化が妥当という判断が下され、単相交流 20KV、商用周波数 60Hz に変更となった。 そのため沿山線で試験が行われていた ED45 系清流機式交流電気機関車をベースに開発されたのが本機である。当時製造されていた DF50 系ディーゼル機関車のデザインを踏襲し、全面貫通型を採用したが、後に貫通扉は隙間風防止のため埋め込まれた。側面は片側あたり上部に機器室最高用のガラス窓が3枚。 下部に通風用ルーバーが8箇所設置されている。ベースは試作機の ED451 とほぼ同一構造で10パーミル勾配で1000トン以上の引き出しが可能なように大容量、大出力化したのみである。これは営業運転への投入自体が試験的要素を含んでいたためでもあり、従前の D51 形状機機関車短機による300トン旅客列車が500トンに、 貨物列車も D51 系10連による700トンの定数が本形式10連で1000トンに拡大された。駆動方式は当時の新形式電気機関車に多く採用されたクイル式である。整流器は当時はシリコン整流器がまだ開発されておらずイグナイトロン水銀整流器を採用し、制御方式は低圧タップ。 水銀清流器タップ間連続電圧制御とした。しかし、本形式は量産機とはいえ試作的要素も強く、清流器トラブル、三層補機の起動、クイル式駆動装置の異常振動、粘着力不足による空転などの問題が山積していた。このため増備機となった19では、粘着工場試験用に軸重16.0トン化など対応策を施したほか、 あとに一部では整流器を水銀整流器からシリコン、整流器に交換する工事も施行された。また、製造当初は列車暖房用供給装置が搭載されておらず、当機の客車列車牽員に支障をきたしたため1960年代、初頭に総括制御用ジャンパ連結器を撤去し、主変圧器に暖房電源供給用の四字巻線を新設した上で電気暖房装置を マット工場で搭載する改造を施行した。1957年6月から9月にかけて1から18が1959年に追加改良型となる19の計19両前期が三菱電機、新三菱重工業により製造された。19は輸送力増強用ではなく初回生3分18両で得た結果を踏まえて改良。 試作されたものであり、東北本線での試験に使用することを考慮して50、60ヘルツ療用となったほか、車体寸法も他の18両と若干の相違がある。19が東北本線で試験を行ったのを除けば、北陸本線での運用に終始し、交流電化区間の延伸に合わせ動線の田村、糸井川間で運用された。高出力な EF70 型や、 ED74 型が投入されてからは主に旅客、荷物列車で運用されるようになった。しかし、試作要素が強く、危機トラブルや補修部品の確保問題、さらには1974年に、国際線が直流電化で改良し、北陸本線も含めた、高直流電気機関車中心の運用へのシフトで、 EF-81 型が大量投入されたことから1975年までに全車廃車となった ED-711984 年鶴が第二、機関区1号機が唯一現存死刑場をとどめる他は廃車後すべて解体廃棄された ED-71 ありがとうございます